っと待った。てめえどこの将だ、マジで。いろんな戦でちょっかい出しやがってよ。なんとか言ったらどうなんだよ。ああ、やるじゃねえか。俺と睨み合って目をそらさねえやつは初めてだぜ。怖がらせてごめんな。実は前から俺お前と話したくてよ。なんか照れくせえから喧嘩奉行流の挨拶しちまった。許してくれよな。今度どっかで会ったら話しかけてくれよ、ガチで。この福島正成に気安く話しかけんじゃねえ。てめえみてえな無礼なやつは切腹だ、切腹。おい、後ろ、てめえもだ。無礼ながらあなた様とは付き合いません。てかそのメガネ叩き割っぞこれ。てめえらだては欧州で祝ってるだけじゃねえか。島なき鳥のコウモリってやつ。今うまいこと言った俺。正則様はさしずめ、ちんちくりんのりんりんでございますね。あいつもなかなかいかそうとこじゃねえか。よく見るや、あのメガネもおしゃれだしな。あれ伊達家で流行ってんのかな。よし、俺が命名。ありゃ、伊達メガネ。あまりとマジで。宴で俺ひどいことを。覚えてねえんだよ、ガチで。俺何した、お前何したな、おい。マジで結構暴れてたんだろ俺。お前優しいからないことにしてくれたんだな。くぅ、泣ける、しびれる。俺お前の射程になる、マジで。とにかく俺お前についてく。この借り一生かけて返すからな。しゃあ、弱い者いじめはやめやれ。こら、
ビビってるわけじゃねえ。なんだか照れんだよ。お前に見つめられた。